はい、お疲れ様です。マピーです。東京リベンジャーズコラボ開催前日ということでコラボゴマの性能解説していきます。で、東京リベンジャーズ個人的にかなり好きな作品でして、31巻まで出てて完結もしてるんですけど、漫画全部読みました。で、アニメについては少ししか置いてなくて、で、曲がねすごい好きなんで聞いてるんですけど、アニメはあんま見てないっていう状態だったんで、今回コラボがやってくるということなんでね、これを機にアニメ見てみようと思います。で、実写映画もあるんですよ。で、劇場までね見に行ったんですけど、すごい良かったです。実写の方はね、原作とちょっと違う部分もあって、まずここ残念だなっていうところもあったんですけど、どっちかっていうと良かったっていう方がね、良かった部分の方が多かったなっていうイメージがあります。で、特にキャスト陣の演技がすごい好きで、あっくんのね人がねめちゃめちゃいい演技するんですよ。なんで興味ある人はねぜひ見てみてください。で、そんなあっくんはね今回のコラボには登場しません。ちょっと残念でした。あっくん出てほしかったな。溝中五人衆とかでね出てくれたら嬉しかったんですけど、あと清正くんもね今回のコラボに出ません。大物感と小物感のツインって感じでね、個人的にはちょっと好きだったんですけど、まあ、登場しないのかっていう感じはするんですが、まあ、でもねどちらかといえば好きなキャラクターたくさん出ますし、ねオセロニアってねコラボのコマ結構ね多めに出してくれるのが好きなんですよ。まあ、今回で言うとね5万体のムーチョとかも出てくるんで、あ、そういうところ出してくれるんだっていうところがあるから、まあ、結構ねコラボのコマの種類としては今回多いですね。はい、そこがねすごい良かったんですけど、あっくんが出てほしかったな。いや、もうあっくんのことは忘れよう。ってことで今回のコラボなんですけど、明日からやってくるっていうことなんですけど、これね血のハロウィン編まで一旦明日からのコラボでやります。で、聖夜決戦編もコラボが決定していて、だいたい1週間後ぐらいかなでやってくるということなんで、まあ、ガチャがね2種類ぐらい出てくるっていう感じなんですけど、どっちを引けばいいかっていうと、個人的にはこの東京リベンジャーズのコラボ、明日からやってくるガチャを引いていいかなと思ってます。で、強いか弱いかで言うとね、まあ、強いと思いますね。結構ね使い道とかもすぐ思い浮かぶような感じでしたし、まあ、一部ねそんなに強くないキャラクターもねいるんですけど、まあ、普通に強いなというか、こいつ使えるじゃんっていうねキャラクター結構あったんで、それについてね、まあ、一つずつ詳しく解説しようと思いますんで、よろしくお願いします。で、この動画でね参考になったとかありましたら、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。そんなわけでまずは S ゴマから見ていきます。 S ゴマの種類が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 種類、ほらこれ S ゴマだけで11種類あるんでね。で、 A ゴマが4種類だった気がしますね。ということで計15種類プラス聖夜決戦編も含めるとね、かなり多くのキャラクター登場するということなので楽しみです。そんなわけでまずマイキーですね。で、この佐野万次郎なんですけども、神デッキであれば使えるっていうデッキ条件ですね。神駒10枚以上で1200の雷撃ダメージから始まり、相手のキャラ駒1枚につき700上昇、最大3600で、コンボスキルが相手のキャラ駒1枚につき最大 HP3% 分の特殊ダメージ、最大で 13% ということなんですけど、まずね珍しいなって思いましたね。この神駒でありながらスキルが相手のキャラ依存ってあんまりいないんですよ。あんまりっていうか一人もいなかったんじゃないかな、わかんない。まあでもね、この相手キャラ依存っていうスキルコンボが神属性で登場したのは珍しいなと思います。で、強みとしてはスキルの雷撃ですね。最大3600っていうことなんですけど、コスト200だとね、まあ、少し低いイメージはあるんですけど、それでもね神デッキで雷撃が使える、これがすごい良くて、例えばこれ神タンとかだったら正直微妙だったんですけど、神デッキということはヒュプノスとかに使えるんですね。で、ヒュプノスってシアンとかが対面きついんですけど、佐野万次郎の場合はね雷撃ダメージなので、仏徳返しのこの雷撃でね、まず攻めれるっていうのが1点強くて、で相手キャラ依存なんでね、シアン対面とかで活躍してくれます。で、コンボもね最大 13% 削りっていうところを考えると、まあ、向かい風というか、対抗としてはバホメットあたりが挙げられると思いますね。まあ、コンボ一緒なんで。で、バホメットの方が最大チャージとか含めると火力は高いんですけど、この佐野万次郎 HP 超高いです。これほんとね、その辺の超駒と変わんないぐらい HP あるんですよ。これ画像載っけとくんですけど、すごくないですか。289はね高いですね。で、アタックもちゃんとあるんですよね。って考えると、まあ、スキルの最大火力3600っていう部分が、まあ、ちょっと物足りない感じもするんですけど、かといって決して低い数値でもなければコンボ 13% 削れるとか考えたり、対面的にシアンに相性を取れるような S ゴマって考えたら、まあ、全然使い道はありますね。で、普通にねコラボゴマでこの性能っていうのはね個人的にいいかなと思いました。まあ、スキルがね相手キャラ依存で、まあ、少しずつ火力上がっていくってものなんですけど、バホメットに比べるとチャージっていうのが必要ないので、まあ、中盤とかに引いて雑に出していくっていうことができればね全然強いですし、
コラボゴマなんでロイヤルバトルとかでも使えるっていうのがね、強いかなと思いますね。で低コス環境だったら3600も全然いいですし、あとステータスが高いんで、個人的にはね、なんかそのスキルが3600ってパッと見た時に微妙かなと思いきや、デッキの条件とかステータス云々含めると、優秀なキャラゴマだなって思いました。今回のコラボの中だと当たりに部類されるかなと思います。はい、万次郎ね強いです。で次タケミッチですね。タケミッチ変身スキル持ってます。神ターンの時に使えて1ターンの間、まずはこの通常攻撃ダメージ 100% で火力を出して、でコンボが 1.25 上昇の最大 1.8 倍ですね。で変身したらこのようになりまして、リベンジャー花垣タケミッチ、タケミッチですね、2ターンの間神駒のアタック 1.2 倍のコンボが 1.25 上昇最大 1.8 倍ですね。で変身スキルっていうことなんですけど、これね、あの神殴りで使えるキャラクターなんですけど、変身スキルといえばミューズが挙げられますね。でミューズみたいにバフもかけるって感じなんですけど、罠回収のできるミューズみたいなイメージですね。でこれ強いか弱いかでいうと、まずこの変身前の火力っていうのはそこまで出ません。だいたい3550ぐらいかなっていう感じなんですけど、そんなに出ないものの、変身したら 1.2 倍をね2ターンかけてくれるということなんで、こいつをね最大ポテンシャルで使うなら、合計3ターン、このタケミッチ変身前で1ターン使って変身後で2ターンなんで、合計3ターンっていうのがね最大ポテンシャルになってくるんですけど、強みとしては変身スキルなので、変身前の状態だとコンボ封印がほぼ効かないというのが1点強くて、でミューズと比較した時にさすがに個人的にはミューズの方がね強いかなというふうには思うんですけど、罠回収ができる点と、あとミューズには持っていないね、あのイシュタルと同時編成できるっていう強みもあるんで、コスト200でも使おうと思えば全然使えるかなって思いますね。実際ミューズでねいいって言われたらミューズでいい感じはするんですけど、 HP はちょっと高かったりとか、あと普通に罠回収とか、あの一応アタッカーにもなれるので別に弱いキャラじゃないです。ミューズと比較される時点で個人的には強いと思います。あのミューズでいいって言われるかもしれないけど、もうミューズと比較されてる時点で強いんで、あのちゃんとね普通に初心者の人がこいつをね手に入れたら、すぐ使えるレベルではあると思いますし、上級者でもね、別に使って弱いって感じることはそんなにないかなと思うので、なんならね一緒にミューズと使うってこともできるんですけど、さすがにちょっと役割被る感じもするんで、どっちかでいいかなとは思いますが、別に悪い駒じゃないと思いますね。全然強いです。ミューズ超駒なんでロイバトで使えなかったりするし、全然ねいいキャラだなって思います。で次佐野万次郎&龍河事件、マイキー&ドラケンですね。ツインスキル持ってて、混合デッキ条件で使えるってものなんですけど、まずこのツインスキル、通常攻撃ダメージの 100% の特殊ダメージを与えるか、もしくは2ターンの間通常攻撃ダメージと特殊ダメージを 60% にするっていうシールドを貼るかで選択ができます。でコンボスキルが 1.7 から 1.9 の間で上昇して、コマ数が盤面に多いほど効果が大きいというものなんですけど、まず火力についてはブラダマンテぐらい火力が出せて、でシールドの方はですね2ターンの間ってことなんですけど、使い方というか場面によっては強い感じはするんですけど、別に必須ではないかなってイメージですね。火力がブラダマンテぐらいっていうのはね、あの S ゴマにしてはそんなに高くないっていうイメージではあるんですが、シールド使えるよってことで、ちゃんとツインスキルとしてね、どっちかのスキルが強すぎるっていう感じではないっていう設計なんですけど、この2ターンの間シールドの方はねいいかなと思いますね。混合デッキにおいてね神タンとかヒポノスとかがきついんで、そこに対してね、シールドで防衛できるっていうのはね強いかなと思うんですけど、使う場面っていうのが2ターンの間っていうことなので、その間にね、乱体を引くなりエアのチャージを貯めるなりとかいう風な立ち回りができればいいんですけど、って言ってもあの刺さらない対面にはシールド刺さりにくかったりするし、スキルの火力っていうのもそこまで高くないので、別に使わなくてもいいのかなっていう感じですね。混合デッキってもうテンプレとして出来上がってる部分あるんでね、エアとかあと祭りとかイシュタルっていう風にあるので、正直なくてもいいんですけど、補正によっては使ってみるのもありかなって感じですね。神タンとかヒュポノスが多い補正、要はバフリーダー補正ってそういうその辺が出てくるんで、そういう補正とかでシーズンマッチ環境においてね、フリー相性をこのシールドで防衛できるっていうのは面白いかなというふうに思いました。でかつねスキルとかもね火力として出せる部分もあるので、弱い駒ではないですね。全然使おうと思えば使えます。はい、これも当たりの部類かなと思いますね。で次、日向&エマですね。まずこのスキルがですね、マゴマ6枚以上必要と、コンボもマゴマ6枚以上デッキにね必要なんですけど、スキルが永続ですね。表になってる間300の回復と 10% デバフのリポーズですね。でコンボスキルが160のコインオルスなんですけど、これそんなに強くないですね。てのもまずこいつリーダーにするには、表になってる間300回復と 10% 減少っていうのはそんなに強くないのと、コンボもねコマ数14枚以上という条件がちょっと
厳しいイメージですね。で使うなら、まあ、サブだなっていう感じなんですけど、サブで最速で置ければ強いかもしれないんですけど、最速で置ければ強いというか最速で引けたら強いって他にもいろんなキャラいるんですよ。うん、でマゴマが6枚以上デッキに必要っていうことなので、まあ、使うとしたら、まあ、神10とかにしてね、防衛多めとかっていう風にやろうと思えばできるんですけど、まあ、リーダーにするにしては他に優秀な駒もいますし、リーダーにしないにしてもマゴマ6枚入ってくるってなると、まあ、そこのデッキのねなんか入れ替えっていうか構成がまず難しくなるので、そんなに使わなくていいのかなっていう感じはします。はい、うん、でマゴマ6枚以上だから多分耐久に寄せるのも難しいんで、カップ戦での運用っていうのも、まあ、多分ないですね。はい、なんでそんなに強くはないんですけど、まあ、サブで使って、トップとかでもなんか最初から手駒にあって、で辺に置ければまあ強いかもしれないんですけど、正直他の駒でいいかなっていうイメージですね。はい、でバジケースケ松の地、あもうテイテイですね、バジさんとチフユなんですけども、これ強いですね。マゴマが10枚以上デッキにあると発動で、2ターンの間1100の毒ダメージと600の吸収で、コンボがベノムマギア、減少してないほど3500の特殊ダメージ、減少するほど3200の毒ダメージなんですけど、これねマデッキで使える、マタンじゃなくても使えるマデッキ、マタンじゃないマデッキでも使えるアビススキルなんですよ。これが強くて、で2ターンの間1100の毒ダメージと600吸収なんで、まあ、要は3400のダメージと1200の回復って書いてます。なんで、まあ、使用感としてはリアンツィールみたいな感じですね。ただ10日のリアンツィールと違って、使おうと思えばマタンで使える点であったりとか、あと進化リアンツィールと両立できるっていうのが強みになってきます。でダメージについては結構出ますし、回復もしてくれるって考えるとね、雑に使えるキャラゴマなので、強いと思いますね。まあ、10日のリアンツィールに比べるとアタックが低かったりとかするんですけど、言うてもね HP が結構高いですね。2236あるんで、まあいいかなっていう感じで、弱点を上げるとしたらコンボスキルですね。コンボスキルがそんなに火力が高いわけではないので、まあ、雑にね使えるコンボではあるんですけど、火力がめっちゃ高いとかではないんですよ。例えばトゥールラのコンボは4500出せたりとか、ウィーブのコンボ4000出せたりとかするんですけど、それに比べるとコンボはね微妙な感じはするんですけど、ただコラボ後までこの性能で考えたら全然強いなって思いました。魔獣以上で使えて、例えばリアンツィールを進化で使ってて、でも10日のリアンツィールも使いたいなって人はバジとチフユを入れるっていうのはね全然ありかなと思います。火力についてはね、例えば後半になればなるほど10日のリアンツィールは火力が落ちてしまうんで、そう考えるとね雑に使えるバジチフユはね全然強いかなっていうか、うん、というかもうリアンツィールと比べられてる時点で強いです。さっきの水と同じ理論ですね。はい、強いです、安心してください、強いです。で松の地冬単体ですね。でこの地冬については紙デッキであれば使えるっていう魔の S5 まで、3ターンの間700の吸収と相手キャラ依存で650の上昇幅の4000ダメージということなんですけど、紙10以上で使えるっていう吸収スキル、結構他にもねいなそうに見えて実はいるんですよね。うん、でまず紙デッキっていう条件で考えるとそんなにね汎用性は高くないなっていうのと、で紙デッキでね使う魔の S5 にしてはやっぱ3ターンかけるねスキルなので、まあ、そこまで優先的に入れる必要はないのかなって感じですね。でコンボについても相手キャラ依存なんですけど、650という上昇幅がねそんなに強くないので、最大4000出せるのはいいんですけど、まあ、そんなに強くないなっていうイメージですね。低コス環境でもしかしたら使うかもしれないんですけど、まあそんなに出番はないかなっていう感じです。はい、3ターンかけないといけないのでね、3ターンかけてようやく強いって感じなんで、でそれでもめっちゃ強いとかそういうわけでもないっていうか、ステータスもそんなに高くないので、はい、まあ、普通っていう感じですね。で次羽宮和虎で、カズくんね、スキル毒、コンボ毒で、相手キャラ依存で650の毒ダメージ、最大3800。で、コンボスキルが4000のライフバー毒なんですけど、まあ、コンボについては HP70% 以下っていう条件がありますね。で、まずステータスはそんなに高くないんですよ。で、スキルが650ずつの上昇なんで、大体相手のキャラゴマ6枚で最大倍率なんですけど、まあ、使うとしたらスキルもコンボも毒なので、まあ、ディミオスリーダーの毒デッキなんかに、うん、まあ、優秀かなと思いますが、ただ正直他の S ゴマをのけてまで数が入るってことはそんなにないかなっていう感じですね。まあ、一応魔の S で投資でスキル毒ってちょっと珍しい気もするんで、まあ、低コス環境とかでワンチャンなくはないかもしれないんですけど、それでも相手のキャラゴマ結構たまんないと火力出しにくいので、召喚形態面じゃないとっていうイメージですね。一応シアンとかに対してね火力出しやすいんですけど、それでも最大3800の毒ダメージ、3800なんですよ。
なんで、まあ、ディミオスリーダーで使うことを想定されてるようなキャラクターかなと。で、あの相手のキャラ依存するんだったら温泉トゥナトゥナとかの方が使いやすいかなっていう気はしますね。コンボスキルもライフバードクっていうのはね、まあ、その羽で言うと強いんですけどね、その跳ねる可能性はあるんですけど、まあ、安定感で言うと温泉トゥナトゥナでいいかなっていう感じですね。はい、コスト200においてはディミオスリーダーで使うなら温泉トゥナトゥナでいいかなって感じなんですけど、まあでも使えないは使えないこともないですね。なんか毒の S5 は守ってなかったら使ってあげてもいいかなって感じです。で、次ハンマー修士ですね。マデッキであれば使える、マゴマ10枚以上で使えて、自分のキャラゴマ1枚につき 1.2 上昇最大2倍でコブスキルですね。で、コンボスキルが 1.6 から2倍の間で上昇して、コマ数が多いほど効果が大きいということなんですけど、まあ、スキルもコンボも両面バフなんで、マスティマリーダーとか、あのマナグリマスティマリーダーでね、補色つけたりとかすると相性は良さそうなんですけど、まあ、そんなに火力が出ないので強くはないです。コブスキルといっても火力がねあんまり出ません。だいたい3000後半ぐらいしか出ないので、そんなに使わなくていいかなっていう感じはしますね。で、コンボの上昇幅も 1.6 から2倍ってことなんですけど、まずスキルがね、自分のキャラに依存しないといけないので、召喚とか前提でね、動いていく。まあ、メイリーとかと相性はいいんですけど、それで最大倍率を出しても、そこまでめっちゃ高い火力でもなければ、HP もめっちゃ高いとかそういうわけでもないので、まあ、使う場面っていうのはあんまりないですね。まあ、コブというところが唯一強みになってくるんですけど、まあ、コブってそんなに強いスキルじゃないので、まあなくてもいいかな、なんだろう、引かなくてもいいかなっていうか、別にデッキに入れる必要はそんなにないかなっていう感じですね。はい、次竜宮事件ドラケンですね。で、ドラケンが混合デッキ条件の 1.1 倍になってから 40% の補色で、この補色の量っていうのが80ずつ加算、まあ、要は1ターン待てば120の補色っていうことで、コンボ 1.8 倍持ってるんですけど、補色量はね結構大きいですね。あのイシュタルとかパズズよりも補色してくれます。まあ、チャージは必要なんですけど、ただ混合デッキ条件の S5 マで、しかも竜ってなった時に別に竜宮事件そんなに使わないかなっていう感じですね。まあ、ぶっちゃけエアでいいですし、まあ、捕食の量がね大きいっていうのは強みになってくるので、もし使うんであれば、まあ、ラニリーダーとかフェリアリーダーにして、でドラケン入れてイシュタルパズズみたいな S コマ全部捕食みたいなのはね、なかなか面白いとは思うんですけど、火力がまずそんなに出しにくいんで、まああんま強くはないっていう感じですかね。でもあのまずコラボゴマっていう点が1点ね強みとして残ってるのと、あと捕食については結構大きめなんで、火力はあんま出せないんですけど捕食は大きめなんですよ。これ最大倍率までなったらね、1枚返しで2500ぐらい捕食してくれるので、プラスマックスだと捕食の量が大きいっていうのはちゃんと強みにはなってるので、決してめちゃめちゃ弱いコマでもないのかなっていう感じですね。コンボも 1.8 倍持ってるんで、あのこれコンボ 1.8 倍については条件ないんで、あの1チャージさえできてしまえば仕事はするかなって感じですね。はい、で次バジケイスケですね。花鳥風月で使ってくださいっていうスキル優先のコンボ合戦なんですけど、回復の量っていうのがね、その戦機の種類に応じて変わっていくと。で2200が最大になってくるんですけど、まあ、リーサルずらすことはできたりすると思うんですけど、そんなに強くはないですね。はい、まずね、戦機の種類が4種類ある状態で、他のエサゴマを優先的に出したいっていう場面が結構多かったりすると思うし、あと戦機の種類が溜まってない状態だとそんなに回復しないですし、でコンボ合戦ってのもね、まあ、悪くはないんですけど別に強くもないのかなっていう感じですね。でスキルでこれ回復持ってるんですけど、スキル回復使うんだったらゲーボルグとかでバーストバリア張った方が正直使いやすいです。でシュラインっていうことなんですけど、シュラインなんで例えば竜のルシファーとかと一緒にねコストが下がったりするので、一応花鳥風月をカップ戦で使いたくてシュラのねコマがあんま持ってなかったら使い道とはあるかもしれないんですけど、別にそんなに強くはないかなっていう感じです。次、三ツ矢ですね。はい、スキルがマナコンボ波動って感じなんですけど、混合デッキかつマナスキル10枚以上で発動できます。1000の波動ダメージと200回復、そして5個生成をね3ターンの間やってくれますと。でコンボスキル白マナ黒マナ1枚につき80の波動ダメージ、40の波動ダメージ与えて最大4200ということなんですけど、出ましたマナスキルマナね強くないです。マナデッキってそもそも強くないんですよ。ただマナデッキにね三ツ矢入れるかって言われると別に入れなくていいかなって感じですね。竜の S ゴマだったら、なんかロレットとか入れてマナーって考えた場合に、あのマナーを貯める理由が欲しいのでロレットとか入れていくのがいいかなって思いますし、でスキルも別にまあやってることはね波動ダメージ出すし回復もするしマナーも貯めてくれるんですけど、別にこの三ツ矢でやらなくていいかなっていう感じなんで、そんなに強くないです。まあ、コンボ4200の波動とかはね強かったりするんですけど、マナ自体が微妙なのと、でマナにおいても別に使わなくていいかなっていう、感じの性能です。はい、っていうところでね、
なんか上から下に行くごとにちょっと弱くなっていくイメージみたいなね、こういうラインナップなんですけど、まとめるとマイキーとタケミッチと、マイキードラケンと、バジチフユ、この辺が強いかなっていう風に思いますね。で次英語マの解説ですね。英語マこれだ、パーチン、ペーヤン、ムーチョにスマイリーですね。はい、見ていきます。まずパーチンなんですけど、ブルドーザジャイ、マゴマが6枚以上入ってる時に発動できて2ターン7ナイクの特殊ダメージと、10% のデバフっていうスキルがルインの持ってて、でコンボスキルが1000の特殊ダメージと800の回復なんですけど、まあ、これはカップ戦とかで魔界マイナスの時に、これ神の英語まで魔界って結構珍しくないですか。はい、なんでカップ戦でね出番はあるかなって思うのと、マゴマが6枚以上っていう条件なんで、まあ、神獣とかでね、使えますよ、もしくはマデッキでも使えますよっていう感じなんですけど、まあ、マデッキで使うにしては貴重な神役をパーチンにね割くっていうのは多分しなくていいので、まあ、大体神デッキの運用になってくるかな。でルインスキル持ってるので、まあ、ヒュプの特殊ダメージプラスそのデバフと組み合わせたりしたらね、結構デバフね仕事してくれたりはしますし、2ターンかけるとはいえね、あの1400の特殊ダメージは与えてくれるので、バフ対面においては一定の仕事はするっていうのと、まあ、アタックもね、まあ、一応1000にはいかないものの967なんで倍セシタとかにもならないみたいな感じもするので、仕事はちゃんとしてくれそうですね。 HP もまあ一応一定の数値はあるんで、はい、まあなんで悪くはないんですけど、別にめっちゃ必須でもないかなっていう感じ。でもカップ戦においてはね、いずれ出番は来るかなっていう予感してます。はい、マゴマ6枚以上っていうことか。まあ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 な性能ですね。でペイヤン、マゴマ6枚以上、こっちもマゴマ6枚以上で発動できて1500の特殊ダメージとコンボスキルが500ダメージ受けて2000の特殊ダメージですね。使い勝手は結構いいですね。初手から使えますし、どんなタイミングでも使えて、コンボスキルも分かりやすいっていう感じなんですけど、ただマゴマが6枚以上っていうなった場合に、まずマデッキだったら春でまずいいじゃないですか。ステータス的にも春でいいってなるし、で かといって紙デッキで使うかって言われると、もう紙デッキってこういう雑に使える駒って結構いるんですよ。乱量王とか、あとあいつオーリックとか、あと、まあ、イオフィエルとか、あとはガトライズとかですね。はい、紙デッキ条件で使うんだったらその辺が向かい風になってきて、さらに HP もそんなに高くないんですよね、最近の魔の英語魔にしては。なんで正直あんまりね、なんか使えそうに見えてちょっとさっき言った英語魔には及ばないかなっていう感じはするんですけど、でも別に決して弱い駒でもないです。コンボ2000出せるっていうのはちゃんと強いですし、低コスとかだったらね、まあ、出番はあるかなっていうか、まあ、パーチンと一緒に出番があるかなって感じですね。カップ戦とかで全然ありかなっていう気はします。もしくはなんか駒かぶりとかなってきた時に代わりにペイヤン使ってみたいなね、大会ルールとかでもしかしたら出番はあるかなって感じですね。で次ムーチョ、混合デッキであれば使えて2ターンの間 20% のデバフとコンボが 1.6 倍ですね。まあ、これも低コス向けですね。混合デッキ条件で魔の英語まで優秀な駒が持ってないって人は使ってもいいかもしれないんですけど、もう魔の英語まって優秀な駒結構出てきてるんですよね。ワノ駒であったらポーリプスであったりとか、シーズマ環境でいうと夏ブラッシュ5社とか、あとコロネとかですね、いるので、そこに割って入る性能ではないです。なんでコスト200よりは低コス環境で使っていくっていうのがいいと思いますね。コンボ 1.6 倍って考えたら200だとより通用しにくいのかなっていう感じはするので、どちらかというと低コス向けですね。あと魔の H で、ね、混合デッキ条件っていう感じなんで、まあ、カップロイバト向けになってくるかなっていう感じですね。200だったら別に使わなくていいかなって思います。で次スマイリー、まあ、これ最後かな、ガチャキャラ、川田兄ですね。川田兄っていうとなんかちょっとスラダみたいになるんですけど、スキルもコンボも500ダメージ受けるっていうのがありまして、スキルが 1.8 倍、コンボ 1.7 倍ですね。まあめっちゃわかりやすいんですけど、まず HP がそんなに高くなくて、でさらにこいつを出すと500のダメージを受けるので、こいつを入れるイコールまず HP はね減ると思ってください。で火力については3050ぐらい出せるんですよ。一応ターリアよりも100高いんですけど、まあターリアでいいですね。混合デッキで使うなら代償ダメージ受けないですし、まあ、ターリアでいいですね。うん、でアタックもラニより上なんで、まあ、なおのことターリアですね。ターリアでいいかなって感じはする。混合デッキで使うなら代償も食らわないんでね。で混合デッキ以外で速流で使えるかって言われると、まあ、まあまあまあギリ使わないかなっていう感じですね。うん、代償ダメージ受けてしまいますし、かといってめっちゃ火力が高いわけでもないので、数合わせとかで使っていくにっていう感じですかね。うん、めっちゃねスキルの説明文が短くて一見ね使いやすそうっていうか、実際使いやすいとは思うんですけど、もともといるキャラゴマの方がなんか使い勝手が良かったりとか強いかなーっていうイメージですね。はい、まあ、竜の東方なんで
まあ、カップですね。カップとかで東方マイナスでアラジンと一緒にマイナスされるから混合デッキで一応使うと思えば使えるねっていうのが1点あります。はい、っていう感じの使い道になってきますね。まあでも別になんかガチャ引いて出てきたら全然喜ぶぐらいにはできると思いますね。とりあえず英語マは多分適当に引いてれば出てくると思うので、あのリベンジャーズコラボね、気になる人は全然引いてもいいのかなっていう感じですね。一応今回このリベンジャーズのコラボ今解説させてもらったんですけど、聖夜決戦編もやってくるんで、その時はその時で解説しようと思うんですが、個人的には、ま、今っていうかこの明日来るねリベンジャーズコラボが、ま、回し時というか、聖夜決戦編よりこっちの方が、ま、使い道の多い感じはするかなって思うので、気になる人は、まあ、一応ね自分で吟味してみて、なんか自分のデッキこういうデッキでねこのキャラ使えるからやっぱ聖夜決戦編引きますとか、やっぱりこっちのリベンジャーズ引きますとかね、いろいろあると思いますんで、まあ、その辺と相談してってねやっていくといいかなと思います。一応聖夜決戦編もねなんか気になるキャラゴマはいるんですよ、いるんですけど、まあ、まあそれはねやってきた時にまた、解説しようと思いますんでよろしくお願いします。ということで、この動画面白かった、参考になったという方いらっしゃれば高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。個人的にはあっくんと清正くんが出てくれたら嬉しかったなとか思いながら、リベンジャーズのコラボね、キャラクター多いのでね楽しんでいこうかなと思いますんでよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。この動画、さっき言ったらこの動画面白かったら高評価チャンネル登録、またねちょっと繰り返しになるんですけどお願いします。じゃあお疲れ様でした。さよならバイバイ。